ばんは、脂身長男です。はい、脂身長男の深夜ば、今夜はウイスキー修行の旅です。はい、脂身長男の深夜ばですね、飲めないウイスキーを美味しく飲めるように頑張ろうというコーナーです。今ちょっとね、このブラックニッカスペシャルを飲んでてね、レビューしてたところなんで、ちょっと余裕が回ってきたんですけどもね、まだいけるぞということで、今日はこいつをレビューしてみたいと思います。初めて買ってみました、この1本。せーの、ドーン、エヴァン・ウィリアムスブラックです。私はね、あんま知らなかったんですけど、これちょっと調べたら世界でね、2番目に売れてるバーボンだそうです。1番はね、おなじみのあれ、これが2番だそうです。で、バーボンのね、元祖だと言われております。まあね、その、非常にロングセラーとなっているエヴァン・ウィリアムスの一番スタンダードだね、まあ、安から、エントリーモデルとしてあります、このブラック、飲んでみたいと思いますね。これちなみにね、US 仕様なのかな、750ml 入っておりまして、だいたいウイスキーって700ml ですからね、まあ、ちょっとお得感ありますね。それと、アルコール度数は 43% ということでね、まだ封開けてないので今から開けていきたいと思います。新しいボトルを開けるときはいつだってワクワクするもんさ。 It's always exciting when I open a new bottle。お、これはどうなってんだろう。あ、スクリューキャップ、あ、なるほどね、取れました。スクリュー、ただのスクリューキャップだけですね。いい音ですね。これボトルの高さが結構ありますね。ブラックニッカスペシャルと比べても全然高いしね、グレンファークラス12人と比べても高いです。存在感ありますね。じゃあね、まず香りからいきたいと思います。バーボンちゃんの香りはどうでしょうか。色はね、しっかりね、ね、濃いめに入れた紅茶ぐらいの、濃さがありますね。うん、かなり濃いです。うん。真っ先に溶剤感がきましたね。バーボン特有のセメダインと言いますか、あの香りがちょっとしました。これ開けてしばらくするとこなれてくるのかな。うん、溶剤感の中にね、やっぱ甘い香りがしますね。これなんだろう、蜂蜜かな、果物っぽさじゃないな、蜂蜜かな。うん、蜜のような蜂蜜ね、甘さ感じます。溶剤感、セメダイン、蜂蜜といったところでしょうか。うん、今のところ僕にはそれぐらいですね。じゃあ早速ね、ちょっと期待しながら行ってみたいと思います。いただきます。うん、甘さの要素はね、いろいろありますね。蜂蜜、キャラメル、バニラでしょうかね。ただね、どれも強くはないです。うわ、甘っとかね、思う、はっきり分かる甘さはないです。いろいろこう考えてみて、あ、蜂蜜かな、バニラかな、キャラメルかなと、いうところが感じられるぐらいですね。甘いのは甘いんですが、その甘さが際立っているバーボンではないと思います。で、ビターの要素もあります。これはなんだろうな、チョコレートでもないか。酸味、アルコールの刺激なのか酸味なのかわからないですけど、多分これ酸味寄りの刺激だと思いますね。で、まあビター感があり、蜂蜜、キャラメル、バニラと、それぞれ薄いですけど、こうそれが折り重なっているという、そんな甘みに感じました。
最後まで残るのはビター感ですかね。ビターでフィニッシュという感じです。加水も試してみたいんですけどね、もうなんかね結構酔っ払ってしんどくなってきましたんでね、まあ今回これぐらいにしたいと思います。すいません。またね回を改めまして、加水ロックハイボールなんていうのをね試してみたいと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録していただいてねご覧ください。お願いします。まあそんなこんなで今夜はこの辺りでね、ご視聴ありがとうございました。あなたの視聴そしてチャンネル登録が僕を Made me happy ということで、あ、Make me か Make me happy、 ぜひよろしくお願いします。私ダーティーハリーが大好きでね、 Go ahead Make my day、 あれかっこいいですよね。まあそんなこんなで、またお会いしましょう。アブラミ長男でした。 See you。